夫とホームセンターでお買い物をしてきました。当然買っちゃいますよね。今日の主役はホームセンター肉たちです。皆さんこんにちは。365日多肉生活の翔子です。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日の動画は、春から始める多肉生活、ホームセンター肉は強い子、丈夫な子が多いです。しかもお財布に優しくリーズナブル、土に植わっている状態で販売されているので多肉初心者の方にも安心です。今回はお迎えから植え替え、増やす作業まで工程をご紹介します。このチャンネルは様々な多肉のご紹介やお世話をしたり増やしたり寄せ植え作りなどを通して多肉の魅力を一緒に楽しんでいくチャンネルです。初めてこのチャンネルをご覧になる方やチャンネル登録がまだの方は登録をお願いします。最後までよろしくお願いします。じゃあホームセンターから最近お迎えした子たちです。あ、ちょっと なんか 2,3 日の間に色がちょっと良くなってきてるね。これがラベンダーファーム、ボロ月のなんかカラーバリエーションというようです。よくわかんないけど。これが、パールフォンニュルンベルク。100均とかでよくある子です。これを今日ささっと植え替えしたいと思います。あ、そうだ。これがポーチュラリカ、ポーチュラ、あ、ポーチュ、ポーチュカリア。ポーチュカリア。で、うちにもポーチュカリア。これはダイソーから買ったポーチュカリア。ポーチュカリア。下神さん。これは去年の4月にお迎えしたみたいなんだけど、ダイソーからお迎えしたポーチュカリア。冬に、寒波のところ、時に、こう、霜に当てちゃって、霜には当たってないと思うんだけど、まあ、こう、凍っちゃったんだよね。で、ボロボロになってるので、こう、生きてるところを、これと一緒に足して、一つの鉢に植え替えようと思います。それをやっていきます。土は、もう入れてきました。ちょっと大きめのポットに植え替えようと思います。それぞれ。これから春の成長期に向けて、緩効性肥料を入れます。で、どれぐらいかな？10日ぐらいかな？ちょっと太陽に当てて、いきなり、直射日光っていうのはこの季節でも、やっぱりずっと室内にいた場合、慣れてないので、ちょっと日陰のところから慣らすために、もう外に出してました。20ポットになってんだよね。でもこれだと、ちょっと、株、おぉ、このまま抜けちゃった。株元の風通りが良くないので、ちょっと出します。お水もいい感じに切れてるね。下葉の枯葉もこの時取り除きます。まだちょっと寒いけど、ちょっとがっつり土一旦落としちゃいます。触ってすぐ取れたり切れたりする古い根っこは取っちゃいます。棒やピンセットでグリグリっとした穴を開けます。ピンセットで根の先の方をつまんで土の中に押し込みます。次に根の真ん中あたりを持ち直してもう少ししっかり植えます。苗が鉢の中心に来るように調整しましょう。植えてすぐは多少の調整は可能です。鉢の脇をトントン叩いて鉢の隅々まで土が行き渡るようにします。お水やりやブロワーで土が跳ねるのを予防するために赤玉土、硬質、小粒を入れています。真ん中かな、こんな感じ。はい、来た。1個できました。次はこの子、ラベンダーフォーム。こんな感じで20鉢ちょっと途中かな。
ボロ月は背が高くなるからね。まあ、ちょっと根付いたら成長期に一回カットするのもいいね。いっぱい今はしちゃおうかな。今カットしよう。カットする場所はどこでも大丈夫です。あ、切りやすい。とっても切りやすい。どこ切っても大丈夫。切りたい位置の刃を1枚外すともっと切りやすいです。家に来てからまだ温度が回ってないか。結構クタクタだ。最低気温が氷点下にならないようなら植え替えをしてすぐに水やりをします。下の部分は別のポットに植えます。だから果たしてできるかどうかわかんないけどね。葉の水分量が少ないと成功率が下がります。次、いいわこれ。私は管理が簡単なように全ての土を落としてオリジナルのブレンド土に入れ替えています。でも慣れてなく心配な場合は少しだけ土を落として落とした分だけ土を足しても良いと思います。寒さで傷んだダイソータニックポーチュラカリアの株を整理していきます。これは完全に枯れてる。同じように環境性肥料オルトラン DX を混ぜたブレンド土に挿していきます。これが安定したらまたカットして増やそうかな。できた。ホームセンターからお迎えしたポーチュラカリアと冬に凍らせた子を一つにまとめました。紅葉は少し冷めているようですが、シワシワ葉っぱが少しふっくら。徒長気味だったラベンダーファームはカットして一旦リセットしました。2週間ですが色が少し変化してきたようです。パールホンニュルンベルクは1週間ごとに変化しています。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。